やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。7月12日、今日ですね、バーガーキングからあるメニューが今回出ました。こちらですね、ビッグバーベキューザ・ワンパウンダーでございます。僕もツイートしました。ベーコン4枚お値段の方ですね、ウーバーイーツにて頼みます。2970円です。前回バーキン食っていろんな方からご意見をいただいたんですけれども、クーポンありきらしいんで、マックと同じで。で、DM もいただきました。あれですね。スタミさん、こんにちは。私はマイキー、バーガーキングのワンパウンダーシリーズを食べている大学生です。ネタバレにならない程度に言いたいことがあったので DM しました。今回のワンパウンダーできればスプライトも頼んでほしいと思ってます。某洋画でもチーズバーガーにはスプライトでしたが、最近クラウンやイエティ、アグリーが出ましたが、わかんねえんだよ。これは相当レベルの高い、ベーコンチーズバーガー。ベーコンチーズバーガーなんだ、くくりって。そうなんだ。ぜひスプライト付きのセットでお願いいたしますということなんで、今回、俺スプライトってほぼ飲んだことない。人生で初めてかもしんない。炭酸飲料飲まないから。なんか他にねえかな。ホットドッグ、じゃあホットドッグにするか。ちょっと違う系統になるしね。ということで頼ませていただきます。よろしくお願いします。と VR チャットはまた後で起動します。今日の21時から、VR チャットのモノマネ、発表会があるんで、それまでにちょっとバーキンの匂いがさっきからすごいのよ。行かしてもらってもよろしいでしょうか。こちらでしょうか。待って、重すぎる。これバーガーだけじゃないよね。嘘だろ。これが何？あ、これドリンクだ。これドリンク。これ視聴者に言ってもらったようにスプライトですね。スプライトにでっか、待って、でっかでかすぎ。これかぶりつけるかな。ということで、ビッグバーベキューザーワンパウンダー、ちょっと見ていきましょうか。中ね、もうチーズが袋の外に漏れ出てんだから。そして、でっか、これ分かるかな。もうさ、バンズがちっちゃいんだわ。肉の方がでけえって。収まってないよ。おまけすぎない、この1個が。まずはスプライトで口潤します。お、スプライトうまっ。ということで、バーキンいただきまーす。ないないよ。ちょっと待って、入んなよ。顎外れるわ。待って、つる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 、危ない危ない、つる。待って、バンズまでたどり着かねえ。そんなことあっていいの？逆じゃね？あるとしたら、バンズが分厚くて肉たどり着かないようじゃないの。肉でバンズにたどり着かないだと。俺は、なるほどね。俺にスプライトをおすすめしてくれてありがとう。これ単品だと水分量足りてません。ちょっとパサパサ感を感じるぐらい。直火のハンバーグなんで、それ4枚も重なると水分足んないの。チーズでもトマトも足んないんだけど、あの DM をしてくれた人は必ずスプライトをつけると言ってた。これセット前提。これは流し込むんだ。これ単品で頼んじゃいけない。あ、うまっ。
紹介にはトマトだったりレタスだったりが挟まってるっていうことが書いてあったんですけど、全く感じません。今俺は肉を食っている。うまっ。いや、このスプライトの甘みがね、これ流し込むっていう行為が正解だってことが今回初めて分かったわ。ハンバーガーって流し込むもんなんだ、ここまでの領域のものだと。いや、マジで野菜が肉に殺されてる。マジでいない。あんたもうめぇ。チーズが本当にいい。めっちゃうまいわ。で、はい、皆さん恒例のハンバーガーのね、中心部分コアをいただきます。一番うまいところ、邪魔する部分なし。入んない。コアだから一番高くてさ、入んないよ。やっとパンと肉とチーズ以外のものに出会えた。ピクルス、こんだけ食い進めないとピクルスに会えない。肉がピクルスを守ってるもん。あんまい。あ、すごいよ。下の方に行くとジューシー感が増していく。ハンバーガーをこう持つからチーズが重力でこう落ちていくんだわ。下の方がうめえ。こんなことが起きるの？味が一定じゃないのはいいね。これを狙ってるか狙ってないかわからないけど、チーズがちゃんとトロトロだからこそ起きる現象だから。これは重力でチーズが下に降りて、下の方が濃厚さを感じて、もはや味が違う。スプライトの偉大さを知る。絶対頼んだ方がいい。単品で頼んでみ、後悔する。それは単品で食うものじゃない。バーガーキングも単品で売っちゃいけない。ほら、下にチーズがすげえ溜まってんだわ。あ、ポテトとじゃん。ベーシックホットドッグ。ソーセージがチョリソーぐらい赤いな。マスタード付き。じゃあポテト食べていいですか。え、バーキンポテトうま。熱く揚げてある。カリカリの層があるわ。いや、これ、これ今どこやった。うわー、捨てちゃったよ。俺はバーキンヌーブだ。これは違うことをしてる。これ絶対ハンバーガーの残ったチーズとかにつけるんだわ。まだ俺は足りてないや。多分カルビはこれを当たり前にやってるね。ちょっとなってなかったな。マックのさ、あれあんじゃん、焦げたチリチリの黒いポテト、
あれ味濃くてうまくない？油染み込んでて。全部それと同等ぐらいの味がする。そん上油が染み込んでる。はい、こちら。なんかちっちゃく見えるもんね。見て。さっきの見た後だと。うん。そっちのソーセージなんだ。皮にめっちゃ弾力あるタイプ。噛み切るときにブチンって感じ。うん。シャウエッセンとかよりも全然しぶとい。あ、コストコに売ってるようなソーセージに近い。フランクフルートやんじゃん。めっちゃ弾力あるタイプ。あれをイメージしてもらうといい。ペロリでした。ごちそうさま。まあすごいや。幸せだった。正統派ハンバーガーだね。てか本当に肉の質とかさ、そういうので勝負してるね。ロッテリオとかそっちのさ、変化球系も試したいね。前だから教えてくれたフィッシュネスバーガーとか。すごいね。もうマックに戻れないでしょ。いや、そういうわけでもないんだよね。全く別物かな。やっぱりね、マックのエビフィレオは唯一無二だしね。俺は最近、ハンバーガー系を食べ始めたからわかるんだけど、バーキンってマック超えてるなっていう感覚じゃない。もう本当に別物。別にバーキンを食べたからってマックが食べれないとか俺はないね。この肉っていう感じね。でも時にはこの肉肉しすぎる感じがくどく感じる時があるかもしれないでしょ。でマックだけで言うと、俺ロッテリアとかあんま食うとかないから、日本人に合わせて作ってる。マックは日本人が好きを作ってる。でもバーガーキングはお前らの好きなんて知らない、俺を食えっていう、分かるやつだけついてきなっていう。あーうまい。はい、というわけでバーガーキング編でございました。うわー、バーキンすごいなー。